眼科専門医の平松です。今日は iPS 細胞の新しい治療や、研究についてお話ししようと思います。特に網膜色素変性症っていう患者さんにとっての新しいニュースです。網膜色素変性症って何っていうと、ご本人わかるかもしれないですけども、目の奥にある網膜というものの色素、色合いが変化してしまうような病気であって、基本的にはいわゆる難病とされているものです。お薬など、いろいろありますけども、あくまで進行をなるべくでもちょっと緩やかにしようという程度のものであって、なかなか根本的な治療がないというのが今の現状です。で、原因としては例えば遺伝が原因だったりとかするっていうふうに言われていますし、もう一つは全然親とか関係ないんだけれども、遺伝子自体が網膜色素変性症という状態になってしまうと。網膜色素変性症になってくると、最初はですね、夜が見づらいとか暗いところが見づらいっていうのが最初です。で、最初はそんなもんなんですけど、そのうち、視野、見える範囲が欠けてくるんですね。で、真ん中が見えてても周辺が欠けてきていて、例えば本当に針の穴ぐらいしか見えないんだけども、視力は 1.0 見えて、で、他が見えなくなってくるっていう方も多いですし、その視野のかけ方は本当に人によって様々ですね。で、スピードに関しても本当に人によってまちまちです。ゆっくり進む人もいれば、かなり早くに進んでしまう人もいるってことなので、ですから、早くに見つけておいて、フォローをしていって、もし何か他の状態や治療があったら治療しましょうというぐらいしか今まではなかった。なんですけども、この度神戸のアイセンターの方で、いわゆる iPS を使って、網膜色素変性症の治療をしようっていうのの知見の方が、大学病とかのいわゆるベーシックな方が通ったってだけなんですけどもね。具体的にはですね、大阪大学の方の、特定医療の再生委員会って言って、簡単に言うと特殊な医療をやっていいかどうか、そして研究していいかどうかっていうのを調べるところがあるんです。で、そこでは、やっていいでしょうって話になりました。じゃあ、その大学病院いいかっていうと、これに関して言うと、大学病院だけではなくて厚生労働省、いわゆるお役所ですね。お役所の方でも、やっていいですよっていうのがないと、やることはできません。なので、じゃあ明日できますっていうわけではないんですね。で、今から、結構ああいう役所の書類ってすんごい大変なんです。私もいろんな研究とか携わったことあるけど、もう本当に膨大な書類が必要なので、ただ、今回の iPS に関して言うと、他の研究に比べるとすっごい、優遇されているので、書類の量はちょっと少ないんですけれども、たくさん膨大な書類を出して、で、かつ、もちろん何でもかんでも新しいもんやりゃいいってもんじゃないんです。新しい治療っていうのは危険も伴うものなので、ですから、じゃあどうやって危険を担保するの？なんかあったらどうするの？例えば、iPS 細胞の移植って問題としては、一つは、癌になりやすいってことですね。入れた iPS 細胞が癌になったらどうするの？どうやって発見するの？っていうこともチェックが必要です。もう二つ目。これがちょっと今までの黄斑変性の iPS とちょっと大きく違うのは、黄斑変性っていうのは加齢によって悪くなる病気なので、フレッシュな細胞、新しい細胞を入れれば別に良かったんです。でも、網膜色素変性症の場合は、ご本人の遺伝子異常がある、何らかの細胞を入れたとしても、また同じことになっちゃうことがあるので、そこら辺どうやって担保するのっていうことが必要になってくるわけですね。ですから、いわゆる拒絶反応っていうのが起きにくいような、他の方からもらってくるなり、何らかのそういう対応をしないと、ただ細胞を増やして入れただけじゃ意味ないねっていうことになってしまうので、そこが必要と。で、そうなってくると、自分の細胞ではないから、より、安全性のチェック、そして何かあった時の対応法っていうのを決めておかなければいけないので、そういう意味で、いろんなチェックが皆さんから入る。これは必要なことなんですね。だから、だらだらやって悪いとかっていうことではないんです。じゃあ、具体的にいつぐらいからやるか。今分かってるのが、大体今年2020年の夏ぐらいからなんじゃないかって言われてます。ただ、これはもう書類のいろんなこともありますし、実際の体制がありますので、秋以降になったりとかもっと伸びるかもしれないですけど、期待をしていただいて。で、最初はですね、多分ね、何人かだけで、で、かつ、神戸の方で、基本的に希望されてて、今すごい悪い人とかっていう風に限定されると思います。で、その後、じゃあこれで OK ですってなってから、多くの人にできるようになるので、実際にじゃあこれを見ている網膜色素変性の人が、じゃあ明日やりたいですって言ったって、それは無理です。もちろん夏になって、新しく始まったから私にできますかっていうと、ちょっとそれはいろいろ決まりが出てくる。実際そういうの決まるとですね、アイセンターとかいろんなところからですね、こういう患者さん募集してますって紙が出るんですよ。で、私たちはそれを見て、じゃあこの募集要項っていうのも変ですけど、要項だったら、あの患者さん合うなとかっていう場合は、その患者さんがもし希望されてたら、行ってみますかって言います。つまり患者さん自身がそういうのあったらやりたいんですって言ってくれないとですね、神戸まで行ってくださいとかになっちゃうので、いいから行きましょうとはなかなか言えないですし、かつ確立した治療ではないので、何でもかんでもやりましょうとはならないわけなんですね。なのでちょっと確立されていない治療であるからこそ、こういうニュースが出てきた場合、網膜色素変性症がお持ちの方の場合は、もし iPS 細胞とか新しい治療が出たら、私結構受けたい方ですっていうのを医者にちょっと一言言っといていただくとですね、医者もニュース見た時、あ、そういえば患者さんそう言ってたなって思い出すんですよ。なのでご自分からやっぱりそれを発信していただかないと、医者からその最新の治療を受けますかとはなかなか言ってくれないことが多いので、自分で頭に入れて発信していただければなと思います。具体的にじゃあどのぐらいのペースになってくるのかというのもまた分かりましたらここでお伝えしていきますので、今日はiPS 細胞が網膜色素変性症にっていうことのニュースをお伝えしました。これからもこんな感じで新しくニュースが変わってきたりとか、治療が変わってきたりしたら、ここで随時ご報告しますんで、それは網膜色素変性に限らず緑内障なり黄斑変性、白内障すべていろいろお伝えしていこうと思いますんで、ぜひ定期的にチェックしていただいて、ニュースとかがいいなと思ったら下にいいねボタンとかありますんで、いいねって押していただけると幸いです。よろしくお願いします。